キム・ヨンギョンが韓国だけでなく、対戦相手だった日本まで魅了しました。バレーボールの神を意味するゴッドヨンギョンという就職語通りの活躍です。7月31日、東京五輪バレーボール女子1次リーグが行われ、劇的な逆転勝利で韓国が日本を下しました。主将のキム・ヨンギョンは、ピンチのたびに鋭いスパイクを打ち、両チーム合わせて最も多くの得点を挙げました。試合中、太ももの血管が破れるという怪我を負いましたが、闘魂を見せました。キム・ヨンギョンの存在だけでも、韓国バレーボール女子はワンチームでした。韓日戦が終わった後、日本のメディアも、キム・ヨンギョンの活躍を大々的に取り上げました。キム・ヨンギョンのニュースは、日本のポータルサイトで上段を占めました。以前、キム・ヨンギョンと同じ JT マーベラスに所属していた日本の竹下佳江ら元チームメイトは、私たちにとってヨン様はペヨンジュンではなくキム・ヨンギョンと話し、愛情を示しました。キム・ヨンギョンは日本の国民たちも魅了しました。この日の試合後、ツイッターではキム・ヨンギョンというハッシュタグが7000件を突破し、リアルタイムトレンド1位を占めました。日本のインターネットユーザーは、試合を見てキム・ヨンギョンに惚れた、バレーコートでヨン様を見たなど、さまざまなコメントを書き込み、キム・ヨンギョンに対する愛情を示しました。特に、ドラマ「キム秘書は一体、なぜ?」、ヤイテウォンクラスなどの作品で人気を集めた韓流スター、パク・ソジュンに似ているという反応も見られました。鋭い眼差し、爽やかな口元が似ている2人を見た、日本のインターネットユーザーは兄弟かと思った。キム・ヨンギョンが素敵なのは事実といったコメントを書き込んでいます。韓国のスターたちもキム・ヨンギョンや韓国バレーボール女子の勝利を祝いました。トルコとの準々決勝が終わった後、キム・ヘスは国際バレーボール連盟の SNS に掲載された投稿を引用し、キム・ヨンギョン10億人の中の一つの星と称え、ハン・ジミンは本当に最高、キム・ジュンスは僕、泣いちゃう、とても素敵だ、大韓民国バレー、パチパチパチ、このまま金メダル取ろう、とコメントし、感激していました。東京オリンピックで新たな歴史を刻んでいる韓国バレーボール女子キム・ヨンギョンの活躍がどこまで続くのか、世界の関心が注がれています。